おはようございます。私のベトナムの旅スタートです。めちゃめちゃ並んでます。はい、今成田空港の国際線に着いたんですけど、本日はですね、有名インスタグラマー俊平さんと会う日になっております。イエーイ。あ、大丈夫だっけ、映って。その俊平さんの旅の、旅に一緒に行く3人です。プラス1人、もう1人います。イエイ。ちなみに初対面まさかのハプニングで声笑ってもいいの、声だって 笑っていい。笑ってくれた方が嬉しいよね。分かった。バイバイ。入っちゃダメからこのまま。5分前は初だね。間に合った。カレー食べなくて済んだよ。面白い。オッケー。奥かな。あ、ここじゃん。ちょっと恥ずかしい。暑い。めっちゃ暑い。暑すぎてタピオカ購入。せーの、行ってきます。行ってきます。はい、乗ってください。 Go go go。イエーイ。今からどこに行くんですか。あ、俊平とご対面です。すいません、ありがとうございます。え、分かんなかった。分かったね。いいや。え、全然いいじゃん。なんなん、さっきの前触れ。え、でもなんかちっちゃいね。確かに。そう。まあ、こっちが部屋ある。部屋は。オープン。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。二つ目。あ、ここいいね。テラハ見た。イエーイ。いいですね。ここは。いいじゃん。あとは？すごいね。イエイイエイイエイ。まだ違ってない。いい。あっち？さすがです、日本からの。詰め込んで下がるからね。ファイテー。あっちが、あそこにいるか。これ800円だ。もう一回やって、もう一回やって。あの、熱くなくても熱いって言って。俺がマジで熱い、マジで熱い。熱いよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。してきた。危ない危ない。めっちゃ怒られた。トイレ絶対行ける、絶対。はーい。急に仲良くなるんだよね、本当に。イエーイ。コータ映ってない。みんな揃って。いい
いね、夜のハノイ。夜のハノイいいですね。めっちゃ綺麗。かわいい。空気と一緒に飲んじゃった。うまいべ。チュース。歌って歌真似して。失礼したんですが。行ってまいる。さっきのカメラの充電器入れたかな。いてててて。ててててて。本日のモーニングです。って言っても時間はもうお昼。もうやばい。顔が疲れてるみんな。ブラックペッパーは。あ、トゥー。あ、トゥー。今日はめちゃくちゃ食べまくりの日です。雨なので。スープ。お次はフォーです。さっき何だったっけ？バイミー。バイミー。バイミー。かわいいよね、名前が。バイミー。あんま食ってない。すごい手の皮。今のくだり、今のくだりやって。あー、はい、ですね、まあ、ちょっとしたハプニングがまた発生しまして、何湾に行こうとしたんですけ、ハローマンに行こうとしたんですけど、そのバスの行き帰りのバスがもう満員だったっていうところで予約ができずに急遽場所を変更しまして、今から洞窟に行ってまいります。ベトナムね、スレスレなんだよね、道路を渡るときバイクも車も。こちらがハノイ駅のようですね。こちらから本日の観光地に向かいたいと思います。足りる？今ね、2000円ずつを集めた。で、合算します。200、200。わー、すごい、なんか映画に出てきそう、ワンシーン。本当に電車や、こういうのです。古そうだね、この電車。なんか急に雰囲気変わった。めちゃくちゃ静か。あ、クランカフェオーダオ。カフェライト。クランカフェ。ライライカフェリア。カフェタジャン。カフェリア。めっちゃ遅い。カフェリザリね。あ、スージオディ。スー。新地票。新地票。カフェアチョチョチョ。いいね。チョチョチョ。どうも。チョチョ。で。Đề nghị quán cà phê. Đề nghị quán cà phê ok. Cho ra đầu ga kìa, 198 rồi. Ok. Thank you. Yeah. Come on. とりあえず値切るみたいな。とりあえず値切って。ちょ、思い出の思い出。ボロいんじゃん。いや。急に決まりました、ルート変更です。なんかね、行き着いちゃったね。Thank you. Same, the same. Same, yes. これみんな被ってるやん。おしゃれやん。アミヤスちょうどいいな。そう。肩映ってるけど、肩映らんの。1、2、3。はい、知らないけど、うわーうわーとか言っちゃった。うまいわ。え、美味しいよね。どうどうどう、美味しい。普通に美味しい。何かわからんけど美味しいかも。美味しいかも。ハムハムローイみたいなところに来ました。ちょっとね、でもこれなんか雨もまたいい感じで、
あーちょこ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 、この鏡持っていけるなら持っていきたい。おおお大丈夫大丈夫、気にしない気にしない、せーの、ちゃんちゃちゃーん、入りません。シンデレラフィートなるか、ここでいいか、まず鈴音、鈴音、鈴音いけるか。失礼します。はい、次、次シュンペイね。あ、あ、ならず、あ、ならずでした。シュンペイ選手、シンデレラではない。鈴音さんでも無理か。いや、俺いけるかな。シンデレラになれるかな。おやっぱり分からなくなったら聞くスタイルです、旅は。はい、本日のお宿です。ホームステイなんでしょうか、ここは。それでは入っていきます。え、写真と違う衣装。大丈夫。はい、プールも見えるし、ベッド3つあるし、プール見えるってものだよ。で、トイレもあります。プール見えるね。プール見えるよ。ウォーター OK。 OK、 チェックしてくださってる。OK、 OK、 OK、 Thank you、 Thank you。Cái gì? Việt Nam. Nang câu được. Xe nó. Bye. Hey.できる。どうぞ。パンを食べ終わりました。感想どうぞ。命をありがとう。そうですね、本当にご飯一つ一つにありがとうを感じられましたね。多分ね、このね、この YouTube 全部カメ、あの顔が近いんよ、ほら見て。霊感の強いベトナムの夜の風景です。はい、俊平一言。同じこと言うな。なってた。おい。コメントパクんな。シュークリームが食べたい我が子たち。はい、お願いします。うわ、めっちゃ引ける子だ。カモン。日本とベトナム、どっちが住みやすい？ベトナム？そうだよね。地元やもんね。うん。あら、いるかな？あ、いなくなっちゃった、カエルちゃん。はい、帰るぞ。ギャグ。でもですね、お湯が出ない時期が起こりまして、隣の部屋に行って確認する、はい、模様でございます。隣の部屋で、お湯が出るかの実験を行っております。すいません、すいません、来てください、お客様来てください。すいません、涙です、すいません、お湯でした。お湯でした、しっかりお湯でした。隣の部屋は、え、行く行く行く、早くお風呂入ろう、早くお風呂入ろう、入ろう。で、一人入ってる間、二人でここ待っとこう。はい、先輩、鍵閉めて、はい、でも2人だけの方がいいんじゃん。確かに。いやいや、そうする、そうする、分からん、もう3台いる。結局ですね、隣のお部屋も水だったということで水風呂に入りました。ということで本日2日目も終わりたいと思います。おやすみなさい。なんでな、あやーございます。今日は、今日も雨ですね、ベトナムは。そっか。
待って、寿司食べたい。やばい、渡る。頑張れ、頑張って渡って。座れるか。うまうま。美味しそうやね。バッチ強いわ。本当？あとバイミーです。ご飯の後はですね、モーターバイクを借りに行きます。僕は世界中に女を作る22歳。あら、YouTube に公開されてしまう。何言ってんの？指触ってちゃんと。やめなさい。うんうん。見せ見せ見せ。一つ30円のグラス。ジャメレーの食ですね。せーの、なんだっけ、なんだっけ、人間の三大欲求第一位は誰そういうキャラになるやん。今回そういうキャラじゃなかったよね。そういうキャラじゃなかったんで俺。あーもういいで、最後の夜簡単になっちゃってるし。バイ、お疲れ。で、2回目のズームもおらんかったやん。で、インスタもないもんね、ここなかったやん。で、アイコンがはい、本日もそうから始まる、日でございます。今日はですね、昨日行けなかった洞窟、サスの洞窟と、あとどこだっけ、あ、なんか山に行ってきます。かまー、目痛そう。目が痛い。で行きまーす。行きまーす。船の乗り場に。あ、ちょっとこんな。こちら一人1000円くらいですね。この3人がうちの。いい、いいと撮れた。ではケイブに入ります。ここ入るん、本日はお忙しい中お祭りいただき、違うな、これは違うな、ディズニーじゃないの。そしてコウモリいるわ、めっちゃいる。どこどこ、奥にいる。ね、これ動画になかなか映んないわね。そうやね、光が。なんかすごい映画だね。え、綺麗。映画のワンシーンだね。しんちゃん。
フィリピーノ。フィリピーノ。しんちゃん。かわいい、ハートしてる。しんちゃん。やばいやばい、みんなかわいい。何？ありがとう、ユエスチ。ありがとう、カモン。しんちゃん。しんどい。エレベーターで僕全部話す。サラーじゃない。バーイ。サラコリア。感想。頑張りました。やっちゃった。うちら頑張ったね。こいつのせいで。あ、そういうことじゃない。事故しちゃって、怪我をしてしまったんですけど、なんとか自分たちの協力のおかげで無事電車に乗ることができました。空港に向かっていきます。頑張れ。頑張れ。あれこうモグだからいらないいらない。バイバイ。バイバイ。泣けるぞマジこれやばい。マジかわいい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。またね。またね。またね。いよいよ空港に着いちゃいましたね。こういう顔してるけどさっき怪我した人です。はぁ、お泣きしてました。新メンバーウジンです。あー帰っちゃいます。めっちゃ寂しい。ありがとうベトナム。うん、連絡する。気をつけて。さらげよーなどさらげよじゃあね。やば泣けるね。じゃあね。またすぐね。バイバイ。